それでは第1回目のしおりーずあいスペシャルゲストお招きいたしました。銀座クラブ七重の七重ママです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回も私バイオリンでママの歌と共演させていただきまして、本当に可愛らしいお声で素敵でした。そんなママの、その経営者としての目線で今日お話ししていただきたいんですけれども、もうママといえばもうザッツ成功者だと思っておりまして、その成功者の習慣、こんな日常ですよっていうのがあったら教えてください。そうですね、最近も実は事務所兼自宅の方をちょっと引っ越ししたんですけれども、やはり必ず急いで作るのが神棚でして、まず起きたら一番最初にやることとしまして、神棚のお水をきちっと変える。何かこう、はい、毎回お祈りすることとかって決まってるんですか？はいはい、私はもう必ず決まっていて、もう同じことを言うんですけれども、私とそれから従業員、そして家族をいつもお守りいただきましてありがとうございますということを言いまして、で今日もこれからもお守りいただけますよ、どうぞよろしくお願いいたします、ありがとうございますという感じでお話ししてます。感謝から一日が始まる、はい、そうですね、神様にお願いして、はい、皆さん成功したい方はもう感謝から一日を始めるといいのではないでしょうか。もう一つ、はい、ママといえばたくさんの男性を見ていらして、はい、そして、はい、どんどんこう成功されていく男性もたくさん見てきたと思うんですけれども、はい、この人成功するだろうなとか、そういう見極め方があったら教えてほしいです。そうですね、いろんな本当に経営者の方がいらっしゃいますけれども、やはり人を大事にする方は長く成功されていらっしゃるなと思いますね。部下の方とか仲間とかを大事にされてる、そうですね。それってお酒の席でも、はい、そういう会話が出てくるんですか？なんか、はい、こう部下に対してこんなことしてるよとか、それともママがお話の中で引き出していく、はい、やはり会社の仲間といらっしゃった時に、はい、やっぱりこう従業員に対してもどんな方に対してもこう愛を持って接したお話し方をされているかというのはこう見ていてやはりこう気がつくので、はい、私たちなどにも本当に気を使っていただいて、さりげなくこう私たちを立ててくれるような会話をされる方とかいらっしゃるんですけれども、やっぱりそういった方すごいなとよく思ってます。分かりやすくとか、はい、狙ってる感じではなく、やっぱりこう内面から出る愛情、はい、優しさ。そうですね。ママはそのホステスの皆さんに対してこうどんな風に気をつけて接していらっしゃいますか？そうですね、私も常に自分よりも人のために動こうとしておりまして、時間も限られてね、1日24時間365日限られてますけれども、自分のことは全て後回しで、はい、とにかく人のためにこう何かできることはないか、今日もその人のために動こうという感じで、うん、動いてますね、はい、それをそのホステスの方たちにご指導するというか、はい、こんな風にした方がいいよって、その人のために働いた方がいいよみたいなお話はされるんですか？はい、そうですね、昨日なんかもあったんですけど、売上の女性の入店があったんですが、もともとそのお客様と知り合いの女性がうちにおりまして、で私が係です、はい、という感じで売上は私ですって言ってきたんですけれども、今まで長年その方と知り合いだったのになぜいらっしゃらなかったのかという話からしまして、そのお客様がいらっしゃるのはその今日入店の女性の売上を助けてあげたくていらっしゃるから、今日一日はその、ね、方の売上ということにしてあげたらって、それがお客様を望むことじゃないかしらという話をしまして、しょっちゅうやっぱりそういうことはありますね。どうしてもやっぱり自分の売り上げとか、はい、自分のことを考えてしまうんですけれども、お客様の本当に欲しているものは何なのかということをまず考えるべきではないかという話をよくします。そんなもう人間力を大事にされているママに、はい、その人間力とは何かを教えてください。はい、そうですね、やはりその人のためにどう生きれるかかなと思います。あと私はなせばなるってよく言うんですけれども、はい、願いは思いが強ければ必ず叶うと思っていますので、まっすぐに生きて人のために生きて、そして一生懸命生きれば必ずなせばなると思っています。ママの今、直近で、はい、成し遂げたいことは何ですか？はい、そうですね、まだ公に言えないこともあるんですけれども、はい、今はですね堅実な経営を、はい、
はい、今経営も少しずつちょっとね学んだり学校行こうかなと思ってるぐらいなんですけども何社もやられてますよね、はい、そのクラブだけではなくて、ね、はい、ワインバーですとか、はい、エステですとか その、はい、そちらも教えてもらってもいいですか。あのクラブ7位をオープンする前から11年ぐらい経つと思うんですけども、ワインバースイートメモリーズというお店をしておりまして、はい、そこはあのカラオケワインバーにいつしかなってしまったんですけれども深夜の銀座のね昔からのお客様とホステスたちが集うお店になりまして、今年はあのザ・セブン・ビューティー・メンテナンス、あのメンテナンスをする美容ということで、はい、総合時短美容といろんなことがその一つのお店でこうできる美容サロンを作りまして、そこに行くと全て何ですか、はい、素敵な女性になれるんですか。そうですねあの髪の毛のセットをホステスは毎日するんですけども、はい、髪の毛を巻いてる間に例えば水槽吸引ができたり、あのちょっと肩のマッサージができたり、はい、それから爪一本直してとか、あとはあの送信マシンもありますし、今日は時間があるから送信マシンを1時間かけたいわとか、あとはそれですね、もちろんあのハンドのテクニックがすごいこう強めのリンパドレナージもできますし、いろんなことがこうできる筋膜リリースの機械もありますしね、あと幹細胞を入れられる機械もありますし、なんか何でもできる、はいはい、総合美容になってます。しかも時短で同時にやったりとか、はい、そうなんですよ。そこがまあすごいですよね、今までになかったところだと思います、はい、女性がね今すごく働くじゃないですか、はい、あの時短美容ってすごく大事なんだと、自分自身がそういうお店が欲しかったので、あのホステスさんにご好評いただいております。やっぱ自分が欲しいものを自分で作ってしまうというのがとても魅力的ですね。それでは最後に、はい、あの魅力的な女性とはを、はいはい、あ魅力的な女性、はい、教えていただければ。先ほどの話にやはりつながりますけれども、あのとにかく前向きにまっすぐに人のために生きている、うん、エネルギッシュな女性ですね。はい、魅力的だと思います、はい、その魅力的な女性になるためにはどうしたらいいでしょうか、はい、うん、私は寝る前にあの明日次の日のスケジュールを見まして、明日どう組み立てようかということを一回考えてできるだけ寝るようにするんですけれども、はい、そしてまた起きてそのスケジュールをもう一回 見ながら、いかに今日一日の中でこの移動のスペースで何をするかですとか、あのできる限りのことを24時間の中で詰め込んでこうするということを、はい、しております。お忙しい中そういう、なんだろう、時間を上手に使って、そうですね、美しさと人間力を保たれているっていうことで、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そしてあの私あのウーマンオーケストラというグループの代表をやっているので、はい、この番組の最後に、はい、あのママの一番ゆかりのある曲をお伺いして、はい、生演奏でプレゼントしたいなと思っています、はい、で今日の一曲ということで、はい、今日の一曲を選びいただけますでしょうか。それではあの私の一番最初にオープンしたお店の名前でもありますスイートメモリーズを歌わせていただいてもよろしいでしょうか。はい、心を込めて伴奏させていただきます。ありがとうございます。それでは、第1回目のゲストは高級クラブ七重の七重ママでした。ありがとうございます。ありがとうございます。しおりーずあい。美しく見えるのはない。
ありがとうございます。ぜひいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。